まこなこチャンネルです。前回いよいよ足利義昭がちゃんと出てきてくれました。で、そして今回原稿録では秀吉の原稿録、金ヶ崎の軒口、これが発生しています。これ織田信長、木下秀吉、そして松永久秀が、これ松永久秀がってどういうことだ。まあ金ヶ崎城に来いってことか。久秀もこんなことできるのかな。ちょっとどうすればいいかがわからないけれども、まずは朝倉あれこれいいのかな、朝倉普通に攻めちゃって、それでも戦線せずにここを行けるってことはさすがにないよね。じゃあやっぱり朝倉攻めをしろという話か。これ浅井がどうなるかが、俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。本願寺と朝倉の方に浅井がつく。とはいえこちらとも同盟関係なんで、何か悪いことをしてくるということはないと思いたい。で、信玄から兵糧9千で、金ヶ崎、これ市議さんから来てもらおうとするには援軍だよね、常識的に。あっと援軍できる気配ないぞ。いや、できないよね、そりゃそりゃそうだよね。まあ特に一つの城しかないからできないというのもあるので、あれこれ詰んだかな。いや、これは今金ヶ崎に進めようとしたら松永久秀勝手についてきますね。なんだろうこれなんだろうこれ、頼んでもないのに勝手についてくる。で、こうなると秀吉も入れないといけないという話だったので、秀吉も入れましょう、ちゃんと。ああ、よかったよかった。一瞬もうこれイベントこれ以上は無理なのかなとか思っちゃいましたけど、なんでこれ家康までいるんだろうか。まあイベントだとこうなるってことかな、もしかしたら。とりあえず兵力的には圧倒的なのでいきましょう。いやー、よかった、本当によかった何かイベントくじいてしまったのかなとかね。敵も、あ、今お市が見えたな。なんか向こうも浅井家が普通に援軍行ってるんだけど、あれ今どこ行った敵、あれ敵どっか行っちゃった、ここら辺に今いたような気がする。あれ、いなくなっちゃったな敵。まあいいや、イベント起こりました。小谷城、金ヶ崎は落ちたか。いや、まだ接してもなかったような気がするけどね。うん、長政はどちらにつくか悩んでるといったところか。信長殿を敵に回して勝ち目はございませぬぞ。我らが織田には勝てぬ。これ以前はね、織田にはつかないようなね話をしていた人なんだけど、今となっては冷静に物事を見ているようなそんな感じですね。それにしてもかっこいいなこの忍者風のね姿。うん、決して信長殿の臣になろうとしたわけではない。うん、いろいろ考えてるなあという話ですよね。うん、大きくなるためにこれは朝倉と組むというね話になりましたね。お市様はどうしますか。うん、一も覚悟をしているはずだ。長政を裏切らないと思っていたんでしょう。おっと、ここで松永久秀が絡んでくるっていうのが珍しいですよね。想像の時も全く絡んできませんでしたが、お市様よりも使いの者が、両端を縛った小豆袋が届いた。うん、誘ってほしかったのかと長政。
若き者はなかなか先を見通せぬものです。ならば老いた者は裏切らないのかと釜をかけてるが、続きは今日で聞かせてもらおう。さてどういう感じになるんだ。おっと、宣戦布告してきたな。というかあれは取っていいのか、あの城は。本願寺が鈴木家も、なんだこれ、信長、今のは信長包囲網になってるのか。二条御所はまだ安泰みたいな感じですけど、原稿録見てみましょう。まず、あ、2ヶ月以内に岐阜城に帰還する。あ、じゃあここ取る暇は与えないって感じかな。いや岐阜城これ2ヶ月だったら戻れるでしょう、倒しても。これ織田信長の方が原稿録広がるわけじゃなくてね、秀吉の方が広がってるっていうのがちょっとねよくわからんというか、信長でプレイしてるにもかかわらずここを確認しないといけないっていうのがね。これはどうする、これ取ってから帰れるか試してみましょう。一人たりとも逃すな。ちょっと間に合わない気配かな。いや間に合うな、というか間に合ったな。何人たりとも止められぬ。これはそして敵集結を襲いかかろう。参るぞ。そうしないとね、金ヶ崎ここ解散しちゃうと金ヶ崎にまた取られるだけですので、決戦まで3日。待て。これならば金ヶ崎も取れてよかったんじゃないかな、あの場所ですぐ解散するよりかはね。兵力的には問題、見せてやろう我が力。兵力的に問題なしって言おうと思ったけど、わしの力見せてやろう。やっぱり無形人が無難かな。で家康はこれガンガン前に出していいんじゃないかな。これは下妻雷蓮がいるってことは本願寺も肩入れしてるという話。これで解散して返せば信長は2ヶ月以内に戻ることができる。で金ヶ崎城も奪ったことができた。従え信長が天下。曽山城も取れるかな。これ取りたいね。行軍して参るぞ。俺に続け。2ヶ月以内だからな、この月に帰れば何ら。でこれ合戦中はね、決戦中は特に時間進まないんで、逆にもうぶつかればそれでね、メッケモンみたいな感じで。では曽山城も取ってから帰りましょう。よしと、一気に強攻で、まだ果てるわけにはいかぬので。ここ奪い取りました。では退却させましょう。これでイベントの条件は無事達成すると思います。あーでも敵これ集結してるな。目標が静ヶ岳だが、解散したことによって、おっとイベント条件達成。岐阜に戻るとすぐに体制を整え、浅井家討伐の姿勢を明らかにした。姉川の戦いに続きますね。速やかに織田に落とし、近江のすべてを我らのものにせねばならない。家康に御詰めを任せ。殿もお怒りのようだな。柴田勝家がね、お市様にご執心っていうのが。お市様は殿にとって特に大切なお方ですからだ。ともかく我らが殿のために討ち死にとなろうとも、敵討ちの戦をしてくれるかもしれない。
これで思い残すことはないということ。アザイか、そういえばハンベは昔アザイに世話になっていたとか、後で弱点でも聞いておくとするか。そんなのあるんだろうかな、アザイの弱点なんて。ヨシカゲ殿は来ぬというのか。クゲかぶれのヨシカゲに頼ったのがね、運の月という。ああ、総敵様期待し兵がございます。総敵というのは今のヨシカゲの前の代のね、大名、なかなか強い人だったそうです。磯野さん、あ、これグラフィック変わってるね。なんか逆に変な感じになっちゃいましたけど。手段は選べぬな、信長が首、我が手であげる。というわけで姉川の戦いが発生したとなってます。なんかちょっと、あー、ここ曽山城、ちょっともうどうにもできないな。あれ、これ別、あ、武将送った記憶はないんだけれども大丈夫だよね。あれ、いつの間にこれ武将送ってんの。これ自分でやった覚えないぞ。で、織田信長の姉川の戦い、徳川軍と共に姉川で浅井軍を破る。あ、今もう一個あったな。なんだなんだこれは。右の方、本多忠勝が曲がら直隆と交戦する。いや、そんなことよりこっちがなんか久政、これ浅井久政はね、あの一つ前の代の部長なんですが、なんでこれちゃっかり来てるんだ。あと、なんでこれ部長こっちに入ったんだろうな。いずれにしろ姉川出ましょう。姉川はここだそうです。本多忠勝はこれいないな。これ自分で本多忠勝を呼んでこないとダメかもしれない。あ、いや、家康はいる。あ、本多忠勝この中にいるのかな。あーっと、家康消しちゃった。いるっぽいな。これ本多忠勝ね、いると思うんだけど、こうしないとダメってことなのかな。これじゃあ半分ぐらいにして、これを外し、どれか外して、で、自らで本多忠勝もう一部隊来れますね。こうしないと多分ダメなんでしょうね。本多忠勝を前に出さないと。ではこのような編成でいきましょう。進め、姉川の戦い。あと三好とはこれ一旦外交やっておきましょう。承知いたしました。さて、姉川の戦い。力の差お見せしましょう。あ、これ無形人しか選べないな。力の差お見せしましょう。行きましょう。5ターン以内に徳川家康部隊で敵部隊を強撃せよ。あー、こんな条件出るんだ。じゃあこちら側陣の方行きつつ、家康は横合いに。5ターン以内間に合うかこれで。本多忠勝は曲がらさん一直線で行こう。始めよ、俺に続け。そっか、こんなの出るんだ。実を言うとこれ2回目なんですが、さっきは対決前のね、
アーケードゲームの対戦格闘ゲームみたいな画面も出なかったし、この5ターン以内にうんぬんというのも出なかったんですよね。どうも本田忠勝をちゃんと出陣させてないといけない。1個前は家康の副将として、まあ、自動編成されていたんですが、それではダメだったというそういうお話。これ強撃はいけるか、結構難しいんですよね、強撃するにしてもね。うん、いけそうだな。参るぞ。みんな気を引き締めよ。半兵衛は陣壊させよう。覚悟せよ。これ雨なんですよね今。さあ、で家康が後ろから来ている。これ逆に早く倒しすぎても困るっていう問題がね、いろいろと考えなければいけないことが多いんだけど、これ間に合うのかな、単純に移動速度的に。覚悟せよ。参るぞ。始めよう。こっちはこっちで強撃させましょう。ご命令を。参るぞ。行け。その首もらい受ける。あと2ターン以内、これやっぱり移動する気配があるんで、間に合うか間に合うか、まあギリギリだな。移動さえしなければ敵が。この策で参りましょう。敵の移動速度落とすものがあれば良いんだけど、特にはないな。こちら側が見どころでも、敵突撃するんだったら、あーこれ引っかかってる、ひょっとして強撃。うわ、奇襲されてる。強撃してるはずだ、これ。特に上の案内なくなったんだけど。え、どういうこと大丈夫これ、達成したのかな。これ、原稿録にあんのこれ、ひょっとして。特にはないか。徳川軍と共に姉川では財家を守る。守るじゃなくて破る。あ、ここに必要な武将が書いてありますね。竹中半兵衛もいないとダメだし、本田忠勝もこれいないとダメ。これ本田忠勝かな、ちょっとよく見えないけど。まあいずれにしろ達成したということにしましょう。そうでないとね、いつまでたってもね、わからない状態が続いてしまうんで。では本田忠勝がマガラさんと対決。おっと、敵もやりよる。しからば。遠からん者は音に聞け、近くは寄って目にも見よ。本田平八郎忠勝、これより朝倉の陣に駆け入り、その槍を持って大将首を取る。何を無茶など。姉川一気がけのイベントが今これですね。敵の居場所が知れました。もうでも一気にこれ傾きそうだな。さて、陣を一つ取りました。もう一個の陣も狙ってみましょう。そして本田忠勝の一気がけ眺めましょうか。おっと、敵逃げ出したな。ここゼロにしたので、じゃあそばに寄ってきてる部隊。本田忠勝臨戦は、これは移動できないのかな。ちょっと細かいね、どういう行動を取るかが分かりにくいというのが多いですよね。さあ、いや大丈夫、動いてるな。臨戦でも回想状態。いや、やっぱり止まってるか。どっちなんだ。さあ、で光秀の鉄砲、信長が足止め。
ご命令を。覚悟せよ。再び動き出して、一旦引こう。やりたい。前へ。本田忠勝の能力が大きく上がっている。光秀が今鉄砲を撃っているところ。やりたい。右側が光秀の部隊、左側が信長、敵の足止めしていたところ。これは鉄砲いけるな。これが我が策にございます。ダブルの鉄砲で一気に兵数持っていけるんじゃないか。ここら辺何をしてるかがちょっと分からん状況になってるけど、さあ敵の魚で鉄砲を垂直に、今100とかごっそりと減ってってる。すごいな。さらに追い打ち、この角度であるならば。あ、これ原稿録が今ピカピカ光ってるな。これはなんだ、達成したということ。いや違うな、いや本田忠勝の条件が達成か。他は大丈夫かな。あとは破るという条件を達成すれば。さあ勝利まであとわずか。策のある者がいるようです。この策。ああ、これ信長からの射線は離れちゃったな。だが、これが光秀の射線には入ってきてる。命令してくれ。始めるぜ。長政討ち取りたい気もするけどな。おっと、届かぬ刃。姉川の戦いは織田徳川連合軍の勝利に終わった。この戦は我らの負けされど、我が戦はまだ終わらぬ。なんか一般兵にね語りかけたな。逃げるならば切るとかそんな感じか。どういうことだこれは。いや本当にそうだよな。これが浅井長政の首ですとか言って届けるのかな。いや首実験とかそんな感じか。三田村、あの三田村か。まことであるならば大手柄であるな。しからばこちらに来るがよい。お待ちくださり。あ、お市がいるんじゃない。あ、違うな、竹中半兵衛か。あー、ここで出てきたか。浅井のもとにいたという意味がここになって生きてきた。長政様、申し訳ございませぬ。さて三好本願寺、そして義昭、これは包囲網が来たということか。まだまだ余力が残っていて、一方この勝利による信長の勢力拡大を恐れた三好家、本願寺家が反信長の姿勢を新たにし、信長包囲網がということになるのでしょう。姉川の戦いはこれで勝利です。天も人も俺に背くことは許さぬ。さて捕獲した人、これピカピカまた光ってるがどうなるか。特に今は何か新しいイベントがあるわけではないのかな。条件すべて達成しましたよというね
一番下のマークが終わったということでしょう。これ別撮りになりますが、徳川家康で敵部隊を強撃せよ、ちょっと条件達成できないかどうか確認のため今見てみます。強撃となった。これ家康が敵の横腹をついて、今ぞ一気火星にひねりつぶせということで、こういうイベントが発生したそうですね。そうするとさまざまな武将の能力が大幅に上がる。まあなくてもね、大したイベントではないですが、ムービーとかとかね、そういうのではないですが、まあこういったイベントもありましたと。でこの本多忠勝はすでにお見せした通りです。特に今の時点で反信長連合というのが結成されたというわけではなさそうです。だがこの後どうなるのか、この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。